はい、ということで皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、デューマ、デューマということでですね、今日は昨日ですかね、3月8日なんですけれども、ユニクロさんからサンダルのリリースがちょっとありまして、新製品ですね、サンダルがありまして、コンフォートサンダル、ちょっと画像を出しますね、コンフォートサンダルが出たということで、ちょっとね、僕こういうサンダル、それで素材がEVA 素材ということで、僕 EVA 素材っていうのは結構前から知っていて、愛用してるですね、部屋の中で履いてるサンダルがあるんですけれども、はい、それがこちらのビルケンシュトックのサンダルになってます。でこのサンダルがあれかな、去年大阪のね、リンクアウトレットに行った際にビルケンシュトックさんの店舗の方で購入させていただいて、こちらが EVA 素材になってます。で、ちょっとね、調べて、EVA 素材ってね、よく聞くんですけど、まあ、なんのこっちゃっていうことなんですけれども、まあ、要するに合成の、ゴムみたいな、素材になってます。で、まあ、要するに合成素材ですね。こちらが、エチレン酢酸ビニール、っていうものになっております。まあ、すごいね、丈夫で軽くて、で、水とかにも強い素材になってまして、すごいこのサンダルね、まあ、このサンダルすごい履き心地が良くて、で、水洗いもできるっていうことですごく愛用しておりました。で、この素材で、こちらになります。ユニクロさんから出てます、コンフォートサンダルになってます。で、僕足のサイズ、だいたいスニーカー26センチぐらい履くことが多いので、サイズが、L サイズになっております。こちらが素材がね、ちょっと見えるかわかんないんですけど、EVA 素材。で、値段が1990円ということで、結構ね、お買い求めしやすい値段なんじゃないかなと思います。まあ、なんかね、形はね、ちょっと、なんだろう。まあ、ちょっと言い方悪いんですけど、便所サンダルというか、お手洗いのね、キャンプ場とかに行くと、こう、お手洗いとかに置いてあるような、そんなサンダルの形なんですけれども、まあ、なんかね、何年か前にその便所サンダルってすごい流行ったことがあって、3年、4年ぐらい前でしたかね、便所サンダル、なんか逆にオシャレみたいなね、感じのことがあったんですけれども、まあ、ただそれよりもね、だいぶ、シルエットは洗練されてて、僕、ちょっと店頭に見に行った時、もうちょっとなんかね、安っぽいのかなと思ったら、意外と。で、カラーが3色展開、黒、白、あとカーキの3種類の展開がありまして、まあその見た中でもね、やっぱり黒が一番ね、高級感がちょっとあるかなと思って購入させていただきました。で、ちょっとね、重量感はなんか、まあそこそこあるんですけど、なんかこうね、足のところがこうくぼみになっていたりとか、シルエットもなんかそんなに悪くないというか、意外とこれ合わせられるんじゃないかなと思って。で、すごいね、素材的に水洗いもできますし、あとはね、こういう、ソールがね、実は、ブルーになってますね。で、そこに関してはなんか合成の底を使っているみたいですね。合成の、まあ、こんな感じ。で、ユニクロさんのロゴがここに入ってるような感じになってます。どうですかね、シルエット。なんか良さそう。なんかちょっと良さそうじゃないですか。なんかね、写真の、なんかね、パンスボンにね、カーキのサンダル合わせたんですけど、結構良さそうで、で、本当に、まあ足がちょっと広く出て、で、ここにね、真ん中にスペースがちょっと入ってるような感じになります。じゃあちょっとね、実際に履いてみます。見た目良さそう。まあ実際に昨日試着はしてるんですけど、ちょっと履いていきたいと思います。はい、ということで、履いてみるとこんな感じになってます。で、サイズはね、26で問題なさそうです。で、結構フィット感がいいですね、これ。結構フィットしてる。なんかね、こう歩いてて脱げるような感覚はないですね。なんかね、やっぱりね、こうちょっと足の、なんかアーチとかの形にちゃんとね、沿ってるみたいで、いいですね。うん。あ、なんかね、で、すげえ歩きやすい。横から見るとこんな感じ。で、ちょっとわかりやすいように、今日ユニクロさんのスキニーパンツで、ちょっと入っております。あ、なんかあり。どうですか？なんかそんな安っぽく見えないかと思うんですけど、どうですかね？ちょっと靴下が。あ、いいじゃん。靴下、ちょっと柄がね、パックマンの柄なんで、まさかの
しまった、なんか変なやつ入ってた、パックマンの靴パックマンの靴下ちょっとダセーやつ入っちゃったな、今日。いいんじゃないですか、これ。なんかね、形便所サンダルなんですけど、なんかおしゃれにも履けそうな感じはします。これで1900円でしょ、すげえ。いい感じじゃないですかね。はい、うん。で、あの履き心地もいいですし、あのなんかかといってそんなすごい締め付けられるかっていう感覚もないので、うん、いいと思います。はい。で、ちょっと普段履いてるビルケンしとくと軽いのとやっぱり街で履くにはこっちの方がやっぱかっこいいですけどね。うん。あー、でもクッション、もしかしたらクッション性はなんかユニクロさんの方があるかもしれない。どうですかね、こんな感じのルックスになってます。で、結構黒とか白とか、あとなんかカーキなんかはちょっとおしゃれにもうちょっと履けるのかなっていう感じになってます。ということで、今日紹介したのがユニクロさんのコンフォートサンダル。これね、あので、男女兼用で、あの本当にいろんなサイズ、S から XXL までですね、サイズ展開結構豊富にあるので、かなりおすすめだと思います。はい、はい、ということで、いかがだったでしょうか。今回初めてユニクロさんでこの、靴というかサンダル購入しました。今までね、スニーカーとかあるのはしてたんですけど、ちょっと形とかなんかいまいち気に入らなかったりとか、したので、あんまりね、履いたこともないんですけど、このサンダルはすごいいい、あのアイテムなんじゃないかなと思います。価格もね、1990円というところで、まあ、かなり使いやすいアイテムにはなってると思うので、ぜひね、皆さん店頭で見かけた際は。で、地味にね、あのヒールというかね、結構ここも高いので、まあ、履いただけで身長3センチぐらいはね、漏れるんじゃないかなと思っております。結構おすすめのアイテムになっておりますので、ぜひね、ユニクロさんで見かけた際は試着とかね、ちょっとしてみて、履いて、購入してみてはいかがでしょうか。ということで、こんな感じでね、ちょっと、面白いファッションアイテムだったりだとか、あとは面白いアイテムありましたら、また随時ね、紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録と動画の評価、可能であればよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。最後までご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録、評価よろしくお願いします。毎日投稿頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 See you next time.